プードルの作り方。260の風船を5つ用意し、よく伸ばします。40センチほど空気を入れます。頭から作っていきましょう。8センチほどのバブルを1つ作ります。12センチほどのバブルを作り、輪っかにします。ここに、最初のバブルを突っ込みます。完全に突っ込まず、途中で止めてください。これで頭は完成です。体を作ります。3センチのバブルを5つ。6センチのバブル。3センチのバブルを3つ。6センチのバブルを1つ。ひねり合わせます。前足の完成です。6センチのバブルを5つ。これは胴体です。6センチのバブル。3センチのバブルを3つ。6センチのバブル。ひねり合わせ、後ろ足の完成です。最後に尻尾を作ります。風船の先端をよく伸ばし、膨らみやすくします。先端以外の部分を手で押さえ、最後のバブルを押しつぶし、先端に空気を送ります。これで完成です。お疲れ様でした。